他にやりたいことあれば転職しようって気持ちで来てる人がすごく増えてきてるので、それが多分一番大事な変化では希望だと思うんですよ。私サラリーマン1年で辞めてしまった化け組で、まあおっしゃることはよくわかるんですけど、優秀な人は転職できると思うんですよ。私みたいな底辺はどうすればいろいろその新しい仕事も増えてきてるから、どういう職種が伸びていきそうかっていうのを、まあ、自分でも調べてスキル身につけていくってことがやっぱ求められるんでしょうね、うん、だから結局その今みたいな転職の流れが強まってくると、やっぱり一人一人の若者の責任も当然強まってくると思うので、そこは厳しい社会だけどやっぱり自覚を持ってやっていかないといけないですよね。だからそれ全然だって結局我慢してるとブラック企業が生きちゃうわけじゃないですか、うん、そうだから厳しいかもしれないけど、まあ、そこはもうそういうものが所要のものとしてどう自分でこうサバイブしていくか。僕はもうそれで、で結局今の状態だとなだらかな衰退みたいな、うん、そうただ結局こうじりじりしていくみたいな感じになっちゃうと思うんで、日本経済のことを思うと、うん、やっぱりもうちょっと実力社会というか、うん、まあ自分のスキルを高めていかないと生き残れないよぐらいのもうちょっと、うん、高いところに行くと、アメリカまで行くと、もう殺伐としちゃうんですけど、今までの日本がここで、アメリカがここだとすると、ちょっとこれぐらいに動いていかないと、やっぱりその、経済が本当に停滞しちゃいますよね。うん、その辺はだからこの10年間でも証明されたわけであって、アベノミクスで円安株高にはなった一方で、結局賃金上がってないし、局所的には盛り上がったところはあるけれども、物価が上がるとか賃金が上がるっていうものは、やっぱり達成できないところがあるから、うん、その辺を考えると、そうですね。うん、やっぱりその賃金って一番大事だと思うんですよね。賃金が、なんていうんでしょう、やっぱりその経済の活力とか、あるいは国民全体の経済的なこう満足度、幸せ感みたいなものって、株価でもないし、企業の最高益とかでもなくて、やっぱり全体の賃金ってのが大事で、そこの指標を上げるのがやっぱり難しいっていうのは、うん、この10年間総括だと思いますけどね。僕あと、なんか株の世界で結構いろんな人とまあ会うと、お金を使わない人っていうんですよね。俺ね、あれ嫌いなんですよ。嫌いって言っちゃいけないけど。毎回言ってますよね。あ、毎回言ってます。毎回言ってます。絶対に、布教するように言うようにしてます。あ、お金使わない。ファイヤー的な人ですか？いや、ファイヤーっていうか、こう、お金持ってますけど、牛丼食べてますみたいな。ああ、どこのイムロだよ。個人名。個人名。どこのイムロ。やめてください。じゃあもうね、もう本当に、まあ、もうこそ、イムラさんにも、もうバンバン使ってほしい。高級車買いました。もう、その、これ買いましたねみたいな、やってほしい。昔は僕これね、成金みたいに、ほら、俺も酒飲めみたいなやつ、バカにしてたけど、いや違うんです。あの人たちは、その、どっかの酒屋からおろしてきた酒を、どんどん流してるわけだから、もう素晴らしいんだ。っていうのを、回してると。そう。僕はね、本当にバカだったんです。昔はその、BNF さんっていたじゃないですか。が、4億円ぐらいのマンションに住んでカップラーメン食べてる姿を見て、かっけえ BNF さんとか思ったけど、今見たら、ダッサい。あれはダサい。今ね、やばいね。これはやばい。ビグさん最近浪費し始めてる。浪費しました。僕なんか今日、1700円のカレー食べてるんですから。そう。それぐらい、俺ですらこう動き始めてるんだから、やっぱり、投資家はもう使わなきゃダメ。そう。製品なんていうのはクソだというのを俺はもういろんなとこで言って、おごってくれということを言ってたりするんだよ。だけどさっき裏の部屋で聞いてたら、めちゃくちゃお金儲けたら何使えるやつもあんまりなんかないみたいな。お金を使う。みんながワイワイお金を使うことが、やっぱり日本経済一番良くすることだと思っていて、うん誰かの消費は誰かの貯蓄とか、なんか、そういうのに繋がっていくわけなんで、僕はやっぱりね、なんか、人を妬む文化とかクソだと、もうずっと啓蒙し続けたい。後藤さんとは同じ目線じゃないかもしれないけど、同じ、こう、なんですか、金融リテラシーとして消費を促す。まあ、確かに消費をするんですよ。そうね。まあ、ファイヤーとかって、その、ファイヤーになるまで、その、支出の25年分でしたっけぐらい、貯蓄貯めるために節制するっていうと、その期間、やっぱ人生も楽しくなくなっちゃうし、まあそうですね、お金使ってたらいいってわけじゃないけど、あまりにお金節制しすぎると、こう、いろんなこう、機会が減っちゃうじゃないですか。いろんな人と出会うとか、こんな世界があるとか。で、そうこうしてるうちにもういい年になっちゃうと、結構人生かなり終わっちゃってる可能性があるというか、その後ファイヤーできたとしても、
何が人生の喜びなのみたいなことになりかねない気がするので、お金をうまく使う使い方っても大事ですよね。そうですね。貯め方、稼ぎ方も大事だけど、どう使って、その場その場で浪費するのもダメだし、かといってせかせかやりすぎて、最終的にもうお金上げ上がってって言ったら、これなんか使い方悪かったりとかにもなるし。いや、そうなんですよ。僕なんかやっぱ、地方に、フィルドの地方とかにいると、やっぱよく、マイルドヤンキーとかっていう、いわゆる言葉があって、その、ヤンキーって消費をすごくするんですよね。こう、例えば、車、なんか、アルファード買ったりとか、借金してアルファード買ったりとか、ビッグスクーター、バンバン買う。でも借金みたいな。あれはあれで、やっぱり、いいなと思うので、経済回してる。これはね、もう、どこ行ってもずっと言い続けていこうと思ってるんで、井村さん、出していったわけではないですよ。井村、聞いてるか。先生、井村さん。お前、貯金ばっかしてるけど、少しは消費しろよ。いや、そう。で、ジンズバーって井村さんが出てた時に、大江戸、大戸屋、そう、どこのこうのみたいな。いや、大戸屋、無理じゃないですか。何を言ってるんだと。もっと使うんかいと。もう、むしろ貸し切って、全部振る舞ったもんかいみたいな。いや、それぐらいで、やっぱり、やってほしいなと思うんですよ。それ以外、テスタさん聞いたら、テスタさんも、そう、クレカめっちゃ来ますよ、請求書がとか言ってたんで、いや、テスタさん、さすがだ、と思ったんですよね。そうなんだ。使い切れないんじゃないの？いや、使い切れないし。いや、でもあの人、使い切れるぐらい、やっぱ使い方知ってる感じあります。いや、でもなんか、でももうあのレベルに行くと、使い道って、最初はってくると、寄付とか、事業とか、立ち入れの本であるでしょうね。住居高級車と車も乗ってなさそうだし。でも以前は寄付って言ってたんで、多分寄付額が結構すごいんじゃないですか。そうですね。まあなんか、いろんなとこに、なんかサッカーボールとか、いろんなとこでやってる。いや、本当それぐらいしかないんですよ。ここにもいますけどね、寄付待ってる人が。泣いてよ。はい、やめなさい。何もないです。年700万買ってるんですよ、この人。いや、毎月100万買ってるんですよ。もっと消費しよう。もっと消費しよう。本当にね、人から施しを受けると癖になる。もう人から奢ってもらった飯はやっぱうまい。いや、まあ、それはそれね、いいんだけど、とにかく皆さん消費をしましょう。なんかそういう話を聞くと、アメリカ人ってやっぱり消費するんですかね。します、ね。基本やっぱ貯蓄しないですもんね。クレジットカードすごいんですよね。使うし、あとは銀行預金じゃなくて株式投資、投資信託とかは買いますし、だいぶ発想が違いますよね。なんかね、後払いサービスもなんかアメリカから出てきた感じがするんですね。ここ数年ですごい広がってますよね。結構前にクレジット破産するアメリカ人たちみたいな特集テレビがありましたよね。それ、YouTube で有名な動画で。そうあるよね。なんか15枚ぐらいクレジットカード使い、もう作り続けて、最後16万円以下なんかで、延滞のやつがバレて、あなたにはカードが作れませんって言ってクレジットカードを投げるっていうクソ有名な動画があるんだけど、結局あれでもやっぱり消費になってるわけですもんね。そのクレジットカードを使った。誰かクレジットカード会社が苦しむかもしれないけど、あの辺の消費根性、すげえなって。楽観的なんですよね、いろんな意味で。日本ってやっぱり、日本人ってやっぱこう、慎重すぎるんです。慎重すぎるんだと思います。かなりこう、心配性ですよね。なんか、80過ぎの、なんかご高齢の方が、将来が不安だって言ってて、なんだそれはと。そういう何を言っとるんだと。そう。90のおばあちゃんが積み立て兄さん始めましたもうお前、いやもうこれを言うとね、ちょっと偏りがあるからね。いや、何も言わなかったことしてください。いや、そうか。やっぱり、難しいですよね。だって結局コロナの時だって企業が内部留保というか貯金があったから耐えれたっていう面も。そう。それは確かにそうだし、銀行に関しても、90年代後半とか2000年代前半の不良債権問題悩んだので、かなり資本を厚くした結果、リーマンの時は欧米ほど潰れなかったんですよね。ありましたね、もういや。やっぱ保守的な部分が助かるところもあるんですけど、でもやっぱり保守的すぎないかっていうところはありますよね。こうやって後藤さん的には、なんか日本政府への提言みたいな。大きいですね。いや、もう後藤さんはもうそのクラスになってもらわない。そうですね。そう、こっちはダメですね。とりあえず、円安が行き過ぎなのなんとかしてほしいです。それ個人的な事情なんじゃないですか。139円って。ちなみにそう、個人的提言は、多分変わらないかもしれないですけど、はい、円安と円高ってどうなんですか。円安ちょっとメリットないんじゃねはじゃないかなと思ってたけど、
こう最近悪い円安、そうですね、言われてますね、めちゃくちゃ多いじゃないですか。実際はこれぐらい変わってるものをもっと振り切って大げさに言っちゃう習性ってあると思うんですね。なるほど、うん、聞いてるか政府関係者そういうことやぞ、早く円安なんとかしろ、俺のドル円ショートが死ぬ助けてくれ、おじとおくやんそれこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。